さて、ここからですが、今週はこのコーナーをやっていきましょう。決闘スレッタ。決闘とは、生徒同士がお金や権利など大切なものをかけて戦うものです。このコーナーはリスナーの皆さんから決闘内容を送ってもらい、スレッタ役の私一ノ瀬が挑戦をするコーナーです。そしてもしチャレンジに失敗したら、リスナーの皆さんの要求を答えないといけません。はい、無茶ぶりコーナーです。はい、今回はなちゃんだけが大変なコーナー。いやー、そうなんですよ。なんかりんちゃんの大変さとはまた お互いベクトルが違いますよ ね。でも前回 の、うん、私の好きなところ言ってくれたやつは、うん、非常にリスナーさんから好評だったようで、ありがとうございます。嬉しかったです、ね、プロポーズね。そうさあ、はい、じゃあ今回はどんな決闘内容が届いているのか、はい、発表したいと思います。こちら、擬音語通信ゲームで決闘せよ。何？こちらペンネームラカラカさんからいただいたものを参考にいたしました。これからかなちゃんにはお題をランダムに引いてもらい、私リンにそれを擬音語のみで伝えてもらいます。制限時間1分30秒の間に私が3つ正解することができたら決闘に勝利です。あ、今回は私も重要な役割を担っている、私が当てないといけないってことですね。ちなみに擬音語ランダムで引いて決めるんですけど、例えば、うん、お題が水星の魔女見てねで、擬音語がプーだったら、そのプーだけで水星の魔女見てねを言わなきゃいけないですね。無理でしょ。プー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 みたいなことです。無理。それを私が当てる、だから2人の合わせ技です。ああ、はい。で、基本お題は水星の魔女に関する言葉文章となっております。はい、1分30秒で3つクリアを目指しましょう。まあ、とにかくダメそうだったら、うん、サクッと次に行っちゃうっていうのもいいかもしれないですね。はい、でもし決闘に敗れた場合の要求ですが、先に発表しておきます。はい、こちら、自分の好きなところを5つ言え。決闘に敗れたらかなちゃんが自分の好きなところ、かなちゃんがかなちゃんの好きなところを5つ言わないといけません。これはなかなか大変ですね。全国の皆さんにそれを聞かせなきゃいけないかもしれない。はい、なので、はい、なんとしても成功しに行きます。はい、じゃあ準備はよろしいですか。はい、それでは参りましょう。かなちゃんの決闘スタート。はい、お題は引きました。はい、はい、そして擬音ボックスから擬音も引いていただきましょう。はい、擬音、あ、2個引いちゃった、なんでよ。いくぞ。はい、キャキャキャン長くない？キャキャキャンキャキャキャンキャ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 ン。無理だ、次。むずすぎない？キャキャキャン。あ、プニュプニュプニュニュプニュプニュプニュニュ。間の点にご注目。プニュ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 ニュプニュニュニュプニュニュ。わかんねー。これさ、水星の魔女に出てくるセリフ？出てくるセリフですか？私言ってる。あ、逃げたら進めば正解。正解。逃げたら次。はいはい。ブンブブブブブブブお母さんに教わらなかったんですか？違うブンブブ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 ンブブ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 ブンブブブブブブダブスタックスオヤジ。あー、もうむずすぎない？これちょっと私が悪いわ。いや全然私が悪いわ、これわかんない。ちなみに最初がチュチュのふわふわマシュマロ。それは無理。それは無理。ね、無理よ。だってなんかこのね、文字をどう変換するかで一瞬脳内が止まる、うん、激ムズ。むずいっすこれって感じでございました。申し訳ありませんでした。
すいませんでした。1個だけ正解しました。ということで、私が3つ正解できませんでしたので、この決闘敗北でございます。いや本当に申し訳ありません。責任を感じておりますが、かなちゃんにはペンネームラカラカさんの要求に答えていただきたいと思います。いや要求は自分の好きなところを5つ言うです。準備はよろしいでしょうか。はい、それではお願いします。どうぞ。髪が綺麗なところ、うん、まつげが長いところ、うん、二重なところ、うん、声がいいところ、うんうん、あとなんだ、歯並びがいいところ、うんうん、素晴らしい。いいよずいよ。でも激しく同意、全部その通り。いやいや恥ずかしい。そう、いやよかった、もっと言ってほしい。てかその、うん、ところの言い方がさ、前回もそうだったけど可愛いよね。りんちゃんの好きなところ言ったところ。恥ずかしかったです。いやお疲れ様でした、はい、今回の決闘は以上でございます。はい、本当に大変なコーナーですねこれはね。お互い大変ですね。ちょっと頑張りましょう。